ある女性が豊胸手術写真を X に投稿し、それを見た高須クリニックの高須院長が、本当だったら手術者の医師に証をあげるから DM で知らせなさい。詐術だったらこれから被害者を出さないために警察に通報します。とポストします。その後高須さんに DM でクリニックと医師名が伝えられます。それに対して高須さんは、時間内に DM が来たので通報は猶予する。賞はあげないとポスト次第炎上します。これに対して本田先生に死亡豊胸脂肪吸引していただいたけどステマする医師とは真逆の紳士で真面目で優しい先生でしたなど、結局のところ元の追主のどこが悪いんだよ、同じように悩んでる人のためにってツイートしたこの何が悪くて、このジジイに許されなくちゃいけないわけ。このような批判意見が来ていました。皆さん、この炎上騒動どう思いますか？コメントお願いします。